斉藤隆夫さんというジャーナリストの方が監視社会という本を以前出されたことありますけれども、あらゆる人間の行動が全てこのネットワークによって監視されるようなシステムに今移行する中で、個人の情報をいかに守るかという視点、それともう一つは国家の安全保障、機密情報をいかに守るかという、この2つの問題が AI の関係で非常にクローズアップされてきていると思います。産業発展させるという意味では、この AI 関連の産業を拡大させるというインセンティブは非常に強いわけですけれども、個人の側からすれば個人情報がどのように管理されるのか、国家という観点からすれば機密情報がいかに海外にこう流れていくのかいかないのか、止められない流れではあると思うんですけれども、十分な検証と、それから必要にがあれば必要な規制をかけると、ここが対応が迫られているんだと思いますね。ニュースオペードスタートです。